オーエンドは、ガボニエスチュエール州の都市。ガボン州とリーブルビルの南西1 0トルに位置し、ポールジャンティと並ぶガボン最大級の港を持つ港湾都市である。人口79,300人。オーエンド港が開港したのは1974年で、当時の貨物取扱い能力は30万トンで、あったが、内陸部からの木材の積み出し施設が整備され、 1979年には150万トンにまで能力は増強された。また、1974年にはオーエンドから内陸に向けてトランスガボン鉄道が着工し、1983年には内陸のブエ市まで開通し、さらに1986年にはマンガン鉱山のあるモアンダを経てフランスビルまでの路線が全通して木材やマンガンなどの取り扱いが増加した。 特に、マンガン港は、それまで、コマラグロープウェイを使用して、今後共和国のポアントノワール港から積み出されていた、ものがすべてオーエンドから輸出されるようになったため、オーエンド港の重要性はさらに増した。オーエンドは特別なコミューンであり、県と同格で、エス s エル州を構成する。オーエンドは2つの区から成り立つ。ガボン、アドミニストレーティブディビジョン。 シティパピュアレーションで2018年5月16日閲覧。リザルタッツグラボージュリーセンスメントジェンデル、デラポピュレーションイデロジメンツで2013、DU ガボン。2018年5月16日閲覧。ありがとうございます。